はい、こんにちは、ショートです。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、まあ、ちょっとね、ブルルの枠が、まあ、ウーラオス系は外せないから、なんかピクシーになって、結局ダイマックスでダイスチルとかね、で、どうしようもないのは変わんないんだけど、まあ、ドヒドイでちょっと絡めて頑張るみたいな感じなのと、レヒレがね、フリー上で見れるから、まあ、ブルルの枠ピクシーにしたら、カバルドも見れるようになっていいかな、みたいな感じのと試そうと思ってるんですけど、これ、ドヒドピクシーバンギでいいんじゃないか？シーズン9の時のその選出でめちゃくちゃ、勝ち上がった覚えがあるんだけど、ね、ナットもドヒドで焼いてから、ピクシー引けば、なんとなってるから、それでいいかな。初手が誰かが結構重要。ただこれ、ステロ負けないんだよな、この選出だと。それがちょっと難点だけど、サンダーとかから来るんかな。バンギー、ドヒド、ピクシーで。なんかサンダーから来そう、初手。初手のサンダーに対して何打つかだけど、まあまあまあ、サンダーにただ一生ボルチェンされる展開うざいから、あー、ウーラオス。ただこれね、2回やれるんだよね。あの、違う、バンギステロないから、別にバンギから入っても別に意味なかったな。まあ引かなきゃいけないか、殴って始めるかっていうだけだけど、これ多分10着8巻きなんだけど、まあ、ピクシーとかブルルでも同様なんだけど、読みでいきなりね、ハチマキアイヘとかが飛んでくるとやばいんで、一旦ドヒドを経由すると。あと、バンギがね、バカリキ、覚えさせてる人いるから、まあ、インファで一回素直に殴ってくるかどうかみたいな。あと、そもそもタスキとかで、ハチマキじゃない話もあるから、まあ、ハチマキ以外出てこねえけどな、受けループに。まあ、でもドヒドイで投げといていいと思うんだよね。強打打ってる。ハチマキ。もういつものことだね。このダメージ。砂がただ入るのちょっといいな。で、これで相手強打連打で良くなってるから、ピクシーを投げるんだけど、このダイマ、あー、釣ってきた。はい、ミミッキュかー。ここ剣舞で崩そうってことでしょ、ピクシーまで見てて。ただトリック考えるとさ、ここどうすんだろう、相手無理くない？あー、でも剣、いやー、剣舞押せないと思うけどな。ドヒドで引いて霧でちょっと困るでしょ。いやー、トリックでいいな。引くにしても何にしても、うん、で、これで今ならドヒドを投げてからで間に合ってるから、それでいいんだよね。オッケーで、ウツロイドのパワフルハーブ、没収した。これでウツロイド、打てねえだろう。オッケー。メトロフィー打てなかった。ざまみろ。砂何ターンある？あ、それ2ターンぐらいない？ 2 ターンあるね。オッケー。じゃあ、バンギ引いて、まあ、こっからアクーラオスを、頑張ろう。って話なんだけど、まあしんどいね、めちゃくちゃ。バンギ引いた後ね、一回ドヒド経由し、ドヒドに即引きしていいかな。バンギ引いた後、ここ釣られてないんだったら、バンギ置けて結び読んでるね。はい、あー、これでわかんなくなったけど、いやー、それでもここね、ドヒド引きでいいと思うんだよね。相手引くか大草原しかないから、ここドヒド引きでいいんだよね。引かれてる方が楽、できれば。あ、オッケーオッケー。釣れて、まあ、撃ってくるとしても大草原だから、全然大丈夫ではあるからね。オッケー、これで、この対面からいけるから、なんとかなるかな。めちゃくちゃ、切りをしたい。剣舞読みで。まあ、切りから入るか。
ホロだった時もね、B ダウン解消できるから、割と悪くなくて、引いてるんだったらネットをしたかった。あ、ここ出てくるのウラオスなんだ。ただ、ハッチ巻きでこっから崩しになってないから、再生連打でいいかな。対面からだったらいけんのがね、後出しが間に合わないってだけで、受けループにとってはさ、地獄でしかないんだけどさ。はいはいはい、強打2回目だね。あとね、強打をワンチャン枯らし切るっていうパターンもあって。強打今2回、あと6回か。長いなぁ。一応対面から確か8回枯らし切れるんだよね。再生連打でヘドロを回復絡めると。ただ相手の引き際に合わせてネットをぶち込みたいんだよな。ウツロイドあたりに。強打3回目。これがね、結構苦しいけど。まあ、ただピクシーもヒットポイント満タンだから、どっかしらで全然引けなくはないんだよね。次が4回目だね。まあ、この辺で引いてくるかな。ネット打つならここだけど。ああ。まあ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 。安定行動でいいからね。ウツロイド投げてきて、ここどうしよっかな。メッテオビーム相手打てないでしょ。打ってくるとして10万か。最近なんだけど、トーチカで見てからでいいか。まあ、あと、やけどのダメージ稼げるから、これは多分いけるんだよね。このまま、押し込めるんだけど、まあ、ウーラオスでバグんなきゃ平気かな。強打はまだまだ打たれるけど、ピクシーのヒットポイントちゃんと保っとけば引けるから、まあ、ミミッキューでピクシー削られて、とかが起きるとまずいね。ドヒドで頑張れ。いやー、それか。それ厄介だな。ただまあ、ドヒドイのヒットポイント別に残さないといけないけど、回復できるから。霧でいいかな。100ぐらい入るんだよ。110ぐらいだっけな、確か。結構痛いんだけど。そう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 。こんぐらい入るんだよね。だまあ、再生力で回復できるから全然よくて。ここ普通に殴ってくるターンだよな。ここでバンギ引いとくか。で、また次どこでこっちが引くかが難しいかな。ちなみにここメテオだとウツロイド死んで、バンギこっち捨ててよくなるから、その展開は OK。メテオ打ってると、だメテオ打ったタイミングでバンギ引かれるとやばいからメテオ押せないかなと思ってたんだけど。あー、ダイマ切ってくる。いや、でもこれでね、ウーラオスダイマックスなくなったのはでかい勝ちで。ドヒドとピクシー両方残しとけば絶対負けないから。こいつにダイマックス使ってくれたのはガチででかいな。で、Cダウンも治ってるから、大草原はちょっと嫌だけど、なんか安い技打ってほしい。アシットはオッケーかな。で、これならダイマックスタクも発生してないから、処理が楽になる。なんだかんだ言ってね、このやっぱドヒドバンギピクシーはめっちゃ好きだな、なんか。この、ピクシーとね、ドヒドイで、バンギラスだけ技構成がちょっと変わってるけど、基本的に型は変わんないこの3体、プラスエアームドみたいのがなんか最高に好きだね。ダイウォール挟まなくていいよな。ダイマックスターン残った方が、まだマシっていうかなんか、いい感じになるか。どっちから入ってくるかだけど、ミミッキュからだったらバンギで殴りに行っていいかな。皮剥がしてダイロック一発ぶち込んで、砂ダメちょびちょび稼げば多分、ミミッキュ死ぬから、でいいか。だね、そう。ピクシーはね、ウラオス受けにはなってないんだよね。その結局、暗黒兄弟に後出しはできるんだけど、その後の、ハチマキ暗黒兄弟に受け出した後のね、ダイマックス策があるからね。で、再生力とかの特性だったら、ドヒドイデを経由してね、投げ直せば、ダイマックス策だいぶ解消できるんだけど、
残念ながらそうではないから、なんかフェアリータイプで再生力とかいないかな。そういうのいたら使ってみるか。あー、それだったら、それで B の数値まあまああるんだったらダイマックスとか解消できてるけど、いる？そんなポケモンいなそうだな。いたら使うね多分。それドヒドとセットで選出しなきゃいけないとはいえ、ダイマックスとかの再生力がやっぱ強えわ。受け駒はなんだかんだ言って当たり前の話だけどさ、再生力が強いよねやっぱね。ドヒドヤドランって、ヤドキングか、ドヒドヤドキングってセットで投げてる時のね、クルクル性能がめちゃくちゃいいからね。ミミッキュ、剣舞に対して、ドヒド削れてっからな、こう投げたくねえな。砂何ターン？砂のターン少ないんだったら3ターンか。これロックでいいかな。剣舞。で、ここじゃれ押してくると番儀死ぬけど、ドヒドリエが崩せなくなって、次、剣舞すると、だいぶミミッキュが死ぬ感じになるから、まあ、ドヒドリエで、その後ちょっと頑張ろうみたいなノリだけね。トーチカタックになるのがちょっとめんどくさいけど、アッキー、タラプどっち？アッキーね。まあでも、アッキーは別にウケループにとっては関係ないところか、むしろ、ドンチが入ってるワンチャンがあるから、だいぶ楽勝に見えるんだけど、ここから。こうやったらここで引きたいな、ちょっとだけ。ちょっとだけ引きたい気持ちある。まあ、そうやったら剣舞に引いとけって話なんだけど。ねえ、ドンチでしょ、ここ。引くわ。まあ、最悪失敗したら、バンギ捨てて投げ直して回復します。で、ここ5台でもいいんだよね、別に。シャドクロがうざいけど、アッキーでシャドクロさすがにないでしょ。てか、ジャレだよ、ここ。飛んでくんの。あ、剣舞だった。強かった。どうしよっかな。ここ2剣舞してくるんか。シャドクロかな、わかんないな。それが問題なんだけど。うわぁ、どっちかもっかい挟みてえけど、多分大丈夫なんだよね、霧で。5台。OK。もらった。これ霧通るよね。5台されてると効かないとかある？霧。ないよね。すべてのステータスだから。お前のステータス戻れよ、ちゃんと。ダイマックスないからね、フォローが飛んでこないっていうのがめちゃくちゃ安心感ある。オッケーオッケー。で、ネットを打ってっていいかな。これで勝ったでしょ。はい、5台。まあ、こっからはもうなんか何やっても負けないと思うな。ドヒドリエで相手は積んでます。降参してくれるかな、降参してくれるかな。勝ち筋がここからないんですけど、OK。ふぅ。こういう試合やっぱ好きだわ。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これはさ、ガチでフリージョがうおーってなれる感じじゃない？フリージョで全部いけると思うんだけど。フリージョ確定選出で、サンダー受けはさすがにいないとまずいから、まあ、バンギラスあったりはいてもいいかな。ヤドキングとどっちがいいかだけど。まあまあフリージョから入って、カバルドンがあとめんどくさいから、バンギとピクシーとかでいいかな。こっち別にドヒドリで持ってく必要もないでしょ？あー、無動が重いか、これはちょっと。そんなことない？だったらバン、いや、ステロだ、いや、でもカバルドンとラッキーいるからね、ステロ巻かないで、プレス打ってくる場合だとピクシー死んじゃうから、全員殺されちゃうから、さすがに、持ってってる場合じゃないか。ドヒドかな。ああ、これでいいか。
で、まあ、フリージオで、バンバン殺しに行こう。さっきの試合ね、フリージオ、選出できなかったから。フリージオで、ちょ、いじめに行きたい、マジで。ピクシー出してもいいし、フリージオ出してもいいし、みたいな、いいな。受け身ランの時に。ダンサー。あー、これ相手どっち打ってくるんかな。これ相手ダイマックス切りたいと思うんだけどな、割と。初手ダイマしたいでしょ。バンギで。っていうか、まあまあ、相手のポケモンに全部こっち受け出し効いてるから、全然困んないけどな。フリージオ、隙ができれば、レードマシンになれるだけだから。今日、このね、昨日のフリージオのレードはチンパンだったけど、今日のこのフリージオのレードは正しいからね。これはさすがに理にかなってる。いくらなんでも。で、ここ、うざいのはボルチェンなんだけど、押せないでしょ。ジオに上から殴られることを考えると。なんでボルチェン押してスカフ？あー、スカフだな、これ。さすがに。嘘でしょ？じゃダイアイス押してたらお前どうしてたの？こっちの初手のダイアイス。フリージオのね、こと知らなくてなんか、種族値も知らなければさ、なんか、さ、フリージョンのこと何も知らないで、当たり前のように行動してくる人いるからね、結構。エステロ巻かれると、なんでさ、ステロを巻いたら4分の1入るってことは知ってるくせにフリージョンの S 種族値知らねえん、どういうことだよ。ふざけんなよ、マジで。それおかしいだろ、どう考えても。レイド打ってくるぐらいはわかるんかな。鉄壁。ステローかと思ったけど、鉄壁あんだ。まあ、バンギの竜舞、ダイバーンとかケアしたら、一回その動きになるんかな。裏が見えるまではフリージョでダイマックス切りたくないから、ネットを打って、まあ、ここ出てくるのサンダーだと思うんだけど、まあ、サンダー焼けるなら焼けるで。これはフリージョでダイマックス切っていいね。カバルドン頑張って削ってフリージオでいじめるか。はい。焼ける。でかい。どっちかな。あくびか、ステロかなんだけど。いや、ここ多分あくびなんだよね、さすがに。ドヒドにこのままと、カバルドン押し負けるから。引いた。ますますこれフリージョが一貫してるね。焼けない？焼けない？まあまあまあ。この3割より、レードの3割のが重要だから。なんか受けポケモンでありながら受けミラーに強いっていうそのさ、グライオンみたいなさ、とこちょっと好きだけどな。ここはさすがにバンギで受けないといけなくて。な、サンダーでフリージョ倒せると思ってんのかな。あーでもダイジェットされるとまずいから、やっぱバンギは捨てれないでしょ。寝休め。相手ここボルチェンでいいターンだから。ロックブラ押すんかな。だ、1体取れた瞬間に、サイクルがこっちのものになるから。守ってもいい。なんか天気晴れたし、なんかダイマックス切ったろうみたいなありそうだけどね。あと残飯1回分余分に、ボルチェンだとしても、OK、回復させておいて、地震打つか、まあまあロックブラでいいかな。どっちをしてもそんなに、ボルチェン、玉だからなぁ、バンギ。しかも、砂ない状態でボルチェン食らっちゃったから結構削れちゃったなぁ。フリージョをどっかで安く着地できる場面が欲しいです。欲しいです。当てるのは偉くて、2回しか当てないのは困っちゃうけど。いやぁ、ここステロなんかなぁ。さっき鉄壁から入ってきたけど、ステロなんだったらフリージョ行きたいんだよね。だから、プレスとか打たれちゃうとちょっと困るから。ドヒドヒかな。釣ってきた。サンダー出てくる。まあ、羽読みで、
フリージョ置きに行ってもいいけど。いやー、相手のサンダーがただ、まだやっぱ、おっかないな、ちょっと。ボルチェンだとしても、バンギに引くしかないでしょ。いやー、これフリージョ、もう、初手でじゃあさ、くっそ、もう上から、フリドラでもよかったけどなー。ただ、ダイマ切られてフリージョ殺されちゃうと、裏で TOD で詰まされる場合があるから、それがで、いや、やっぱステロ巻きないとダメだったかな。この急所痛いぞ、結構。いや、サンダーもきついけど、厄介だな、ムード。まあ、鉄壁は何回されても別に変わらないから。いや、ただね、これ相手こっちのサイクル崩すのにね、釣らないといけないから、守るが刺さると思うんだよな。ここでステロ置かれるんだったら、引いときたかったって話になるんだけど、まあ、そう。いや、でも鉄壁から入る理由別にない。オッケー、釣ってきたね。多分ステロ切ってるな。オッケー、サンダー出てきて。回復して。で、ボルチェンで引けないって思って素引きしてきそうだと思うんだけど。どうですかね。あ、一回羽とかはありそうだけど、全然。いや、まだ羽するヒット目じゃないな。6ブラでいいな。羽見えるターンだったら、フリージョン投げに行けばいいから。それで、勝ちに行こう。相手も悩んでるけど。あー、ここ羽か。まあ、守るに羽合わせれば、お得感あるからね。いやー、ちょ、ここ外すのはバカで。どうしよっかな。ただ、バンギのヒットポイント、確保するのが全てだから、守っていいかな。うん。回復できて、ボルチェン。ちょ、フリージを盤面に置きに行く手立てがないな。一体死にながらはちょっとやりたくないかな。相手もただカバルドンが完全に死んでるから。まあ、お互い様っちゃお互い様なんだけど。結構痛くて。普通に結構痛くて、バンギが削れるのは良くない。あーとね、ね、サンダー多分ボルチェあるから熱風はなくて、ドヒドイデに攻撃技押しても何も美味しくないから多分。あー、ここでサンダー投げはあるな、相手。ここサンダー投げしかないでしょ。フリージョ合わせに行くか。まあ、守るとか、一回挟みたくなるターンだしね、こっちからすると。まあ、最悪、ボディープレスとかされてても、フリージを、助けあるから、まあまあまあ、無理やりいけなくはないかな。多分、釣ってる。あ、羽はいい。羽は全然いい。あ、そうか、交代屋でこいつも削れてくから、一応回復はしとかないと、みたいな、感じか。え、こっからさ、フリドラで相手、無理くない？弱っ。え、こんなパワーねえの、こいつ。本当に言ってる？まあ、これは、なんとかなったからいいけど。数的フリ取ると、めちゃくちゃまずいんだよな。かといって、ここでダイアイスを切るかどうか。いけるかな？フリドラの威力が80とかっけ？ 70 か。倍でしょ？いけるわ。先にじゃあさっさとダイマ切れって話だけど、いけると思う。いや、ちょ、これいけてないとちょ、まずいけど。いけてないと相手だけ一方的にダイマックス残るから、だいぶまずい展開になるんだけど、いけてると思うんですけどね。こんなパワーねえとは思わなかった。いくらなんでも。エアムドだいぶ困らせれるぐらいには火力出るかと思った。半分ぐらいは入るかと思ったら、全然入んなかったの。これ倒せるよね、さすがに。オッケー。で、どっちから来るかなんだけど、カバルドン出しても別に
殺されるだけだからサンダーから入ってダイマ切るしかないでしょ。だからウォール絡めてダイマックスターンからしてで詰めれるかな。まあ無動いたからレード打つ必要てか打っちゃいけなくなったけど、オッケーオッケー。ちょサンダーに無動にあのダメージだったらサンダーにも6に入んねえだろ期待できなくなったわ。まあでもね、上からね霧で、あのレヒレの挑発の上からね霧を捨てたりとかね、ボルトロスにあれだったり、あと氷タイプが今強いっていうのもあるから。ボルチェーン、え、相手どういうつもりなの。まだフリージョの S 種族値もしかして、いやここダイマ切ってくんのかな。ダイマ読みで、ダイボール読みでさ一回さそういう技挟んでんだったらめちゃくちゃ賢いんだけど、いやここダイマックスすんなよねえ。ちょ、フリージョの S 種族値今調べんな、今調べんのガチでやめろねえ。オッケー、やっぱフリージョの方が遅いと思ってるなみんな。これいけるでしょワンチャン。オッケー、倒せて、これはカーバールドン詰めて勝ちだね。ちょ、フリージョまあそれ知らないよな、こんなポケモンのさあ S 種族値とかさ見かけないからね、ほとんど僕一回も見たことないんじゃないかな。8世代行ってから、7世代の時はごく稀に見たことがあったけど、最後気持ちよくなって終わるか、これで降参だと思うけど、降参しなかったら当ててほしい、分からせたい。オッケー、お疲れ様でした、いい気分で終われました。 GG。